はい、では皆さんおはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。はい、今日は、まあ、今後、うん、おそらく出てくるであろう SSS ランク勇ましの、ドラゴンビンさん、ドラゴンナイトビンさん等についての、まあ、ちょっとした予想と、うん、まあ、展望かな、まあ、それと、あとまあちょっと今後、そうだね、まあ、ちょっとこういうことをやっといた方がいいんじゃないのっていうのを話を したいと思います。で、まあ、前の動画でも話をしたんですけど、まあ、このお知らせ、はい、今の、チャップとメローラ姫の出現率アップが4月4日まで、うん、だから、明日までかな、明日までなんで、これが終わった後は、うん、おそらくまだビンさんとじゃなくて、なるほど、この前の鬼太郎のコラボイベントだと、うん、コラボガシャ、今だとフレンドか、まあ、鬼太郎のキャラクターが、まあ、出やすいガシャが出たんだよね。でかつミッションで、うん、まあ、15回引くと、まあ、なんかリモコンゲタとか、あとはウルビタ茶碗とか、あとは一番最高レベルで、ちゃんちゃんことかが出たんだよね、うん、で前回のまた旅の時は、はい、漢方が1個もらえたり、漢方3個もらえたり、うん、で一番の15回の時は、なんだっけ、神必殺技の秘伝書かな、なるほど、うん、一応それが出てて、で今回のイベントでは多分4月5日では、うん、まあどうなんだろうな、 30% オフがやるかわからないんだけど、また旅の時は 30% オフだったかな、 30% オフで、ガシャだったんだけど、2日間で15回引くとミッションで、アイテムもらえると。なるほど。でそれがおそらくここのメローラのパンツ、これがワイポイント2倍だから、メローラのパンツと、まあ、一番どっちだろうね、クリスタルソードが最後の15回とかの方の、ゲットのやつでもらえるのか、まあ、あとはスナックコインね、スナックコイン、うん、こいつがもらえるとか、そういう、まあ、15回回したらこういうアイテムがもらえるよっていうミッションが、まあ、4月の5、6っていうところで、出てくるのかなと予想しています、うん、予想。だからビンさんとの X デーはおそらく4月7日ではないかと7日だと7日か7日と予想します。でその時に我々がやるべきこと、うん、私のやるべきことはただ一つ行くぞってビンさんとじゃないんだけど、うん、今スナックコインこれね、うん、交換できるの2000ポイントで、でそうだね、キャラクターが出るかもしれない特別なコインで、こいつを、今使わないで、その7日のビンさんとが出現してから使った方がいいんじゃないのっていうのをちょっと一つ話したいと思う。だからこのスナックコインを使うとしたら、ガシャでビンさんとドラゴンナイトビンさんとが加わった、4月7日以降7日以降に、まあ、みんな使おうぜっていうのを一つ話したいなと思ってます。だからちょっと我々も、まあ、おそらくその5、6のガシャでスナックコイン1個もらえると思うんだよね、うん、であとこのポイントでもらって、それでガシャ、なるほど、うん、だからちょっとそこで今ビンさんとのチャンス、ね、まあ、キャラのチャンスをちょっと待ちたいなと思ってます。はい、であとはスナックのコインをゲットできるのがミッション、ミッションもありました、ごめんなさい忘れてました。でミッションでもちょっとまだ結構ねいっぱいあるんだよね今回ミッションが。でまあこれでもワイポイントも結構ゲットできたりとか、これかな、そうスナックコイン、ここでもゲットできるから、このスナックコインを、今回は使わないで、うん、ビンさんと出現までみんな待った方がいいぜっていうちょっとと思ってます。なるほどね、はい、
ので、なのでちょっとスナックコインちょっと待ってっていうのが今日の趣旨になります。まあちょっとクリスタルソーダもらえるのね。クリスタルソーダはちゃんちゃんことないよ。そうだね、だから多分この辺がガシャのまたミッションでもらえると思うんだよね。だからこの辺うまく使いつつ、まあ、またワイポイント貯めて、なんとかね、うん、ドラゴンナイトビンさんとデートしたいね。はい、うん、でまあ一応ねもう今回正直結構ガシャも良くて、うん、まあ、ビネガーも、ね、うん、ビネガードラゴンナイト、まあ、ダークドラゴンナイトビネガーもうゲットできたんだけど、うん、まあ一応あとは誰だろう、あ、オリバーカーンじゃない、それサッカー選手、ビネガーカーンぐらいかな、うん、だからまああれなんで、あとまあマヨネはゲットしないかな、確かにそんぐらいなんだけど、まあだから7日以降に、まあ、スナックコインと、うん、まあ普通に、まあ、10連20連できるように、うん、Y ポイントを貯めようかなと思ってます。だから、うん、だからこの5、6で15回回さなきゃいけないんで。なるほど。ワイポイントはいくら必要ですか？7000。早いね。そうだから 4500 と、500が5 2500か4500と2500、そう7000。そうだから我々がやる今急いでやるべきことは7000ポイント、7000ポイント貯めときましょう。それでまあアイテムをゲットして、まあ、まあしなくてもいいのかな。でもなんとなくね、スナックコインがあった方が、ね、このキャラクターが出やすいコインだからまあ出やすいのかなと、まあ、絶対は出ないけど、ね、まあ絶対出ないけどね、まあ、ちょっとこれを、まあ、ちょっと楽しみに 今はちょっとビンさんと出現まで使わないで、まあ待ちたいなと思ってますね。はいはい、はい、そんなところです。はい、じゃあちょっとマヨネをゲットしてないので、うん、まあ、今回はマヨネを落としたいと思います。はい、じゃあマヨネゲットに行きましょうかね。今回あとマヨネと、まあ、ビンさんとポイントでゲットするとして、あとビネガーカーンスタートする。あ、マヨネしかもビンロックだからな、まあ、ガチなんです。玉が全然ない。私が妖怪ですってなわけあるかーってハリセンは持ってなくて、フェアリパン。はい、というわけで無事マヨネもゲットましたね。うん、
ゴブさん全然使ってねえな。マヨネは敵全体攻撃か。マヨネって B ランクだけなんだな。ペペロンもそうだけど、ゴブさん、おお、メテオか。クライマシの最強呪文ちょっと使ってみようかな。なんか最強呪文っていうよりね、いつも究極魔法っていうね。はい。なのでまあちょっと今回ね、ビネガーもゲットできたので、うん、できた。ちょっとワイポイント、まあ、メローラのパンツも使いつつ、うん、なんとか貯めていきたいと思いますね。はい。じゃあ我々はちょっと7日をまず待ちましょう。そうですね。うん。なんで、今日はそのところで、ドラゴンナイトビンさんと向けてのお話でした。はい。じゃあ今日はこれでおしまいです。はい。さよなら。またね。バイバーイ。はい。ありがとうございました。